ボシャボシャ。ああ、雨降ってる。傘取ってこよう。よし、傘取ってきました。じゃあ、5日ぶり、見ていきましょうか。七夕どうなってるか。こんな感じです。どん。晴れの日が続いたわけではないみたいで、雨もちらほら降ってたと聞いてますが、一旦、おー、大丈夫そうだね。一部倒れてんな、鉢が。こんな感じで倒れてますが、まあ後で直しておきます。大丈夫そうですね。もしかしたら細かく見たら枯れてるやつとかあるかもしれないけど、基本的に水切れはないんじゃないかなと見た感じ思います。ちょっとね、間にここ、これあれですね、織姫もみじの刺しとこ、これちょっと置く場所なかったんで間に置かせてもらって、棚と棚の間にね置かせてもらって、でこの換水装置のミストがかかるようになってます。普段はこれ別の場所に置いてあって、こうホースで水撒いてるんですけど、一旦ここに置いてますが、大丈夫そうですね。特に大きな枯れ、目立つ枯れはなさそう。大丈夫そう。おー、よかったよかった。雑草ひどいですけどね、まあ後々掃除していきましょう。ゆっくりと一つずつ。こんな感じで、なかなかいい成果が得られました。自動換水設備ね、地道に頑張ってたんですけど、一応これ使ってます。これわかるかな、こういうやつ。黒いホースは遠くからビーッと足元行って、結局向こうの方に、ここに立水栓があるんですけど、ここにこの白い棒、あそこからタイマー通して黒いホースをここの棚場まで伸ばしてる感じですね。一つの棚に6個ついてるのかな、ここに6個今ミストの噴射器がついてます。30個でこの棚場フルでカバーできるんで、まあ、なかなか優秀っすね。あまりこう個数を上げると水圧問題で一部なんかちょろちょろになっちゃうとかミストにならなかったりするんで、あまり数増やすことはできないんですけど、一応タイマーはね2個ついてます。タイマー2個ってことは2回に分けて、この6530が全部一気に噴射するんじゃなくて、6318と6212の 2個に分けて、2回に分けて散水するようにしてます。意外とね、あの千葉から、東京で使ってたタイマーもまだ動いてます。
結構長持ちするね。高木だっけ、セーフティースリーってやつ、セーフティースリーだっけ、フォーだっけ、なんか忘れちゃった名前、セーフティーってやつだった気がする。これセーフティースリー SAW の2、こういうやつね。こっからホースが5本出てる。これが給水用のホースで水道につながってて、水道つながっててセーフティースリーに入って、セーフティースリーからこの細いホース5本出す用のコネクタがあるんで5本出てて、まあ5本刺さってるけど実際使ってるの3本で、3本限界でした。3本同時に動かすとこのミストが出る限界値、4本動かすとダメだった、ミストにならなかったんで3本で止めてます。でもう一個タイマーがあって、ここも同じ作りで、ここは給水はもう蛇口直結型ですね。まあ、別にホースでもできると思うんですけど一応直結にしてます。でここが細いホース5本出るコネクタがついてて、5本出してるけど使ってるのは2本だけ、12個のミストが今出てる。だからこいつはもう1個はいけると思う。あと1棚増やしても大丈夫だと思います。これはちょっとメーカーが違うのかな。あ、こっちが高木だ。これが高木、こっちのメーカーなんだろう、わかんない。セーフティー3で検索したら出てくると思います。こっちがね1日4回まで設定ができるやつなんですよ。4回、こっちはね1日3回が限界かな、2回か、1日2回が限界だった気がします。こいつ、まあそんな感じで、そんな感じの散水タイマー使ってますよということで、でこの棚場がカバーできてますと。でこの棚あと一つ増やしても散水タイマー、散水ポンプではないか、ただのタイマーの容量的には大丈夫そう。もう一つ棚を増やしても大丈夫そう。で将来的にはちょっとねタイマーの数と棚の数を少しずつ増やしていくっていうやり方はあんまり望んでなくて、ちょっと移動、雨がうるさいから移動してます。よいしょ、帰ってきた。はあ、最終的には僕の理想としては、まあ、あそこにポンプあるんですけど、ポンプじゃなくてタイマーね、さっき見てたタイマーあるんですけど、あのタイマーを使うんじゃなくてどこかにちょっと貯水槽を作りたいたくって、貯水槽を作って水貯めて、そこから大型のポンプで全部の棚一気に換水ができるような環境を作りたいなと思っています。なんかあのタイマーをねちまちま増やしてるのがあんま好きじゃない。増やしていかないといけない状況で水圧も全然足りてないのも好きじゃないし、ミストで今ミストでチュロチュロ巻いてるんですけど、ミストじゃなくてねあのスプリンクラー型で一気に全部の棚巻けるようなポンプなんとかゲットして、自動加水環境をね最終形作っていければなと思っていますが、今は仮の姿でこれ、まあ、簡易的なこの姿でもとりあえず5日間家開けても大丈夫でした。まあたまたま雨が降ってたっていうのも、何日間か雨が降ってたっていうのもあるとは思うんですけれども、おそらく晴れても大丈夫だったと思います。はい、ではそんな感じで本日の作業は以上です。作業なんもしてないけどね。